こんにちは。こんにちは。マイム TV 6月の蝶の量産対談を始めたいと思います。蝶さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今日もいろいろちょっとねテーマがあるんですが、6月新しいちょっとねプロジェクトがスタートするので、それを先に皆さんにご紹介したいと思います。ちょっと見えるかどうかわからないんですけれども、これ書いてあるのは、まあ、うさとの服のオンラインショップ、うさとネット始まりますということで、マイムの、ね、皆さんにはもうあらかじめ、まあ、ご紹介したと思うんですが、うさと服、ね、佐藤三郎さんの作るうさと服の方がこれまで展示販売会ということで、リアルのそういうね、あの場所でしか購入することができなかったのが、今回ネット販売を開始します。それがまあスタートが6月21日から、からなんですが、一旦ちょっと今回、季節限定のネットショップを一旦お試しで、またちょっとリニューアル再オープンすると思うので、まず時期として6月21の夏至の日からですね、8月19日、まあ、ちょうどこれ新月から新月までの2ヶ月間にという期間になるんですが、まあ、全商品が 20% オフっていうね、逆に言うとあの霊的なエネルギーを自分を守ることができる、要は盾にするっていうのが一つのものだったらしいんです。それがあるので、逆に言うとこれから電磁波がいっぱい飛び交う 5G の世界になってきますから、そういった意味では朝っていうもの、これは朝 100% の方がいいのかもしれないんですけど、それを着ることによってそういう電磁波から身を守るっていうことがされるようになってきます。それとあのやっぱり電磁波過敏症の人がいますよね、はいはい、この人なんかが朝を着ると完全になくすことはできないけど軽くはしていけるんですね。だからそういった意味でこれから朝っていうのは大事になってくるのかなっていう、そういう意味ではね、はい、あんまりでも、ね、日本ではいわゆるタイマーを使った繊維、はい、これはまあ指定外繊維っていうアパレルの中では表記がされてしまって、ええ日本で朝 100% ってね、まあ、タグとかに書かれているものはあれはまあ柔道とか、はい、まあ、チョマと言われたりするものですね、はい、さっきのリネンとか、はい、全くちょっと違う植物の繊維を朝とアパレルでは表記するので、はい、ヘンプっていうのは非常に本当に少ないものになっていて、はい、そういう中ではこのうさとさんがまあ、タイのチェンマイの村人たちと作っている、まあ、本物のこのヘンプ 100% っていうのは非常に、はい、この市場の中では珍しいものであるので、まあ、これから確実に、ね、5G も含めてその、まあ、環境的にすごい、はい、リスクが高まってくる、ね、はい、電磁波はもちろんなんですけどもね、そういう中で自分の身を守る、まあ、確かに電磁波グッズっていろいろありますけれども、はい、本当生活の中で、着ながらとか、はい、そういう形で身を守れるものとして、まあ、ヘンプの、うん、まあ、衣服っていうのは非常に有効的、有効的ですね、うん、だからそういった意味で身を守るっていうことを考えるんであればヘンプっていうのは、うん、とっても意味あるものっていうものになっていくっていう、うん、それとやっぱり、うん、これは種類によっても違ってくるんでしょうけど、はい、夏涼しくて冬暖かいっていう、うん、私の感覚でいくとやたら暖かいんですよ。暖かい、ああ、だから冬着るとある程度薄着で済むっていうのがあるんだけど、まあ夏場暑くなるのか涼しいっていう言われ方もするんで、うん、その辺がちょっと分かんないんですけど、うん、そういった意味で冬場の寒い時に体を動かすって言った時にはやっぱりヘンプ100っていうのはいいのかなっていうふうには思いますね、うん、確かにそういう生地とかね繊維のことを僕も
素人なんで基本的にはあんまりなんか単純的な考えだとコットンとかの方がすごい、ね、分厚いし、あのなんか分厚ければ分厚いほど 寒さもしのげるのかなとか、はい、本当物質的な視点で全部そういうのを見てしまうっていたんですが、ウサトの服で、まあ、ヘンプとか、まあ、シルクとかコットンとかそれぞれ本当個性が全く違うんですけども、はい、ヘンプなんて本当確かに薄いものが多くて、はい、あこれ夏専用なのかなと思っていて、確かに夏はもうこの上ないほど、はい、あの気持ちいいんですが、思ってる以上に冬でもすっごい暖かくて、あれその生地とかって、まあ、布団とかも羽毛布団とかってすごい軽くて薄くてもものすごい温めたりとかってあるように、こういう衣服の生地とかもヘンプで薄いからといってあの涼しいとか寒いんじゃなくて、すごいなんかエネルギーなのか何なのか、エネルギーでしょうね、エネルギーですよね、活性化して体感としてはだから別に薄いものをまとってるけどもすごい満たされてエネルギッシュになるっていうのがありますので、そういうのもね実際に着てみないとわからないところはあるのでね、はい、それとウサトの良さっていうのは草木染めなんですね。そうですね、人工で染めてないっていう、一切やってないですね、何回も何回もあの自然のものでやってる、薬草ですよね。で、そうすると逆にそういったものを着て汗をかいたりするとそこから染み出たものって、まあ実際に色がつこうと染み出るわけじゃないけども、はい、養分としてで出たものが体に吸収されるっていう、それによって決して健康を阻害するような方向には動かないんで、やっぱり自然のものっていうのはいいですよね。そうですね、やっぱり皮膚も呼吸してるし、はい、まあ、ある意味、まあ、その経皮吸収っていう意味においてはね、うん、血液に直接入ってくるエネルギーでもあるし、はい、粒子だったりとかもあるので、うん、そういう意味でやっぱりこの皮膚に一番近い部分にまとうものっていうのは、まあ、さっきの電磁波とかね、そういうものからブロックするだけじゃなくて、はい、もう薬草の湿布を巻いてる、ね、ミイラのように巻いてるような、はいはい、もう状態を常にね、はい、作れるっていう意味では、この、まあ、身にまとうものを自然素材なものでかつ自然な染料で、はい、薬草的な染め方っていうものはその薬効成分が、まあ、波動的にも中に入ってくると思いますので、うん、昔の人はきっとそういうのも分かってていろいろ染め物とかもね、はい、やっていたと思うので、確かにこの素材とあと染め、うんうん、草木染めっていうのは非常にうさとさんの特徴でもあり強みでもあると思いますね、はい、うん、それでその染めの中で実はうさとじゃないとっていう染めがあるんですよ、草木染めの中で。黒の草木染めってあるじゃないですか。ありますね。でも黒い植物じゃないんですよね、はいはいはい、あれは藍色をどん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 何回も何回もすることによって黒になるじゃないですか。で、真っ黒になった、これは絹の場合もあるんですけど、基本的には大麻のヘンプの場合、うん、ヘンプで塗った黒いものっていうのが実は何ていうかっていうと、シエの衣って言うんですよ。シエ、紫色の。あ、なるほどね。要は高貴な、はいはいはい、お坊さんが高貴な人、はいはい、それが天皇から許された人しか着ることは許されない、黒ってあるんですよ、うん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 、これの黒なんです。もともと明治時代になるまでは、うん、例えばお葬式であっても一般庶民の話ですよ、うん、お葬式であっても結婚式であっても白なんです、うんうんうん、でその白をお葬式の場合は1年間着続けるんです、うんうん、で黒っていうのはなかったんです、うん、で黒が着られるようになったのは明治時代以降にヨーロッパの方から洋服が入ってきて、うん、それでその中に黒く染めたものが出てきたから、要は貸し衣装っていう形で黒を着るようになったんです、うん、それまでの黒っていうのは実はシエの衣、このシエの衣って紫って、うん、なんで紫かっていうと、女性の綺麗な黒髪が光が当たると紫色、青くなったり紫色に見えるじゃないですか、うん、その紫色のことをとってシエの衣っていうんです、うん、ですからその黒っていうのを着られるのは
天皇家だけ、うん、一般庶民は来ちゃいけなかったんです。なるほど。それが許されるようになってきた。だから猫も借地も黒を着るようになって、今のお葬式イコール真っ黒っていう世界になっちゃうっていうことなんですけど、うん、このそれだけ高貴な、うん、逆に言うとそれだけ手間がかかるっていう、うん、その染めって非効率だから、うん、染料使っちゃえば一発じゃないですか、はいはいはい、ただ紫瑩の衣っていう色は出ないんですよ、うん、それを未だにずっと続けてるっていうのが宇里の凄さっていうか、うん、逆にそれをする、そういう染めをするっていうことは他の染めもそれに準じて染められてるっていう、うん、だから非常にあのしっかりとした染めであるし、うん、丁寧な染めっていうこともできるんで、色を楽しむにもすごくいいのかなっていうふうに思います。なるほどね。多分黒系の宇里服もネットに出てきてると思いますので、その辺見つけたらぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。まあ確かに、あとね、個人的には僕、うん、エルサレム、イスラエル行った時、はい、本当エルサレムなんていろんな想念が渦巻いている場所で、僕みたいなタイプでもやっぱり受けちゃってかね、うん、やっぱり具合悪くなったりとかいろんなエネルギーが渦巻いている中、そのうさぐろさんと一緒に行った時も、はいはい、ヘンプの、ストー大判のすごい大きな、ね、ストールとかをその貸してもらったりして、うん、すごい本当に楽になったりとか救われるんですよね、うん、だからやっぱりいろんなところにね出入りしたりとか行く人はやっぱりそういうヘンプのものとかを、そういうストールとかでもいいのでね、ちょっと持っとくだけでもすごい役立つなと、うん、全然楽ですよ。やっぱり、ね、神社とか行く方もマイムの方の中にも多いと思いますので、ええ、いいとこもあればね、いろんな想念が渦巻いてるところもあると思うので、そういう時のためにもヘンプっていうのを中心に、こういう自然な素材のものっていうのは役立つと思うので、うん、6月21日からのうさとネットはね、ぜひまずは覗いてみていただけたらというふうに思います。まず最初にね、来た質問が、はい、今回のねコロナワクチン、コロナ、ウイルスに関するワクチンのことですね。コロナのワクチンは、国民全員受けないといけないようになるのでしょうか、受けたくないときは拒否できるのかっていうことで、はい、これ僕の方でも昨日ぐらいですね、ちょうど昨日に6月に入ってからのニュースのことで気になったものがあったので、ちょっと記事にしたものがあるんですけども、はい、これは6月2日の毎日新聞のニュースで、ね、報じられてたのが、はい、厚生労働省が、うん、2021年来年の前半を目標に、うん、全国民に、新型コロナウイルスのワクチンを接種するように今もう準備をしているということで、うん、それを厚生労働省は計画をもう立てていってですね、予算も今からもう作っていくということで、うん、でそれを公明党が発表したっていうニュースが、はいはい、報じられていまして、国民全員っていうところは今回、コロナウイルスのワクチン自体の世界中で、話題のビル・ゲイツも含めていろんなところも、中国なんかももう早速臨床に入ってますけれども、うん、ワクチンね、早ければ多分年内に国によってはね接種が始まるところもあるかもしれませんが、うん、日本も、ワクチンの話はやっぱりね出てきたなと思って、はい、いきなり国民全員の接種目標、っていうところが出てきたので、不安に思っている方もね、うん、多いと思うんですが、一つはオリンピック前に、はい、多分一応やることを前提とした場合に、オリンピック前に日本人はみんなワクチン打って、これある意味日本人を守るためでも、その公の言い方としてはね、オリンピックで世界中からいろんな人が日本に入ってきちゃうから、日本の皆さんワクチンをちゃんと打っときましょうという意味で、国民全員っていうのもあると思いますし、一方で日本人はもうみんなワクチン打ってるから大丈夫ですよ世界の皆さんっていう、両方の意味を含めての、日本人にとにかくワクチンを
この1年以内に打たせようという意図があると思うんですが、はいはい、まあ、今回のご質問のワクチン、これね、うん、国民全員が受けるようなことっていう、受けないといけないのでしょうか、まあ、拒否ができるのかってことに関して張さんだとどういうふうに思いますかね。もう単純に医療機関に行かなければ打たなくて済むんだから、うんうんうん、恣意的にっていうか自分の思いの中で病院に行かなければいいっていう、うん、例えばよく健康診断ってあるじゃないですか、はいはいはい、これ国民全員が書かなくちゃいけないことになってるんですよ、厚生労働省の法規上でいくと。なるほど。それで会社勤めをする人たちは会社で、うん、ありますよね、から来ますよね、うん、で会社に勤めてない人は個人やってるところに健康診断をやってますよって、はいはいはい、送られてくるじゃないですか、はいはいはい、あれは年に一度健康診断やらなくちゃいけないことに法律で決まってるんです、うん、だからそのために来るんだけど、でも別に行かなくてもなんともないですよね。もちろんそうですね。要は家を訪ねてきて健康診断をしたり、続いてのご質問なんですが、はい、アメリカが中国を分割する方向に動いていると言われてますが、まあ、本当でしょうか、またそうであればどういう分割統治を描いているのでしょうか、まあ、今確かにアメリカと中国ってすごいバチバチ、うん、ニュースとかでは、はい、やり合っている、まあ、トランプさんとかをはじめね、はい、結構意図的に中国を批判するような、はい、動きに出てますが、まあその大きな背景、その表社会だけじゃなくて裏も含めて確かにアメリカと中国の問題というのはいろいろ言われてますけれども、はい、この分割する方向について張さんのお考えはどう、はいはい、お考えですか。分割する方向っていうことが確定はしてないですね。まあ、アメリカがそれはアメリカに限らず中国を分割、はい、中国分割、うん、アメリカは単純なこと言って、うん、中国の分割なんてことは考えてないです。お一番アメリカが懸念してるのは、うん、超大国って呼ばれてるアメリカに対して、うん、匹敵する国がなくなるの方が怖いんですよ。そのアメリカだけの大国で世界を統治する状態は好ましくないっていうことなんですね、はい、逆に統治できなくなっちゃうんですね、うん、今関係しているところにいろんなことを言ってやってるのも、はい、中国とかロシアっていうものがあるからこそ、うん、で今ロシアは表面に出てないですから中国っていうのがあるからこそそれができるんですね、うん、まあ、ちょっと前は冷戦時代っていうことで、はい、確かにソ連とアメリカっていう2大、はい、まあ、大国が、はい、こうね、しのぎを削ってましたね、うん、それで、まあ、まあソ連は崩壊する形になって、はい、まあ、ロシアという形で今も大国としてはまあなりつつありますけれども、はい、まあ、一方で中国がすごい急成長してね、はい、今このアメリカ経済的に見てもすごい影響を及ぼすようになりましたけれども、それはそれでアメリカにとっては都合がいい、都合がいいっていう、うん、要はお金を吸い上げたりなんかするのに。なるほどね。例えばこれでソ連が中国がなくなったら、うん、テロ組織しかなくなっちゃうわけですね、うん、でテロ組織と戦うのっていうのはせいぜいライフルとか、うん、マシンガンとか、うん、対戦車砲ぐらいでしょ、うん、飛行機とか戦闘機とかお金のかかるものはいらなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、そうすると軍事産業が困っちゃいますよね、うん、要は常に新しいものを作ってやるためには競争する相手がいるからこそ出し抜かれないようにしなくちゃいけないということで、うん、そこにお金が発生し、うん、そこにお金が流れてくる。なるほどね。だから中国が分割されると小国になっていっちゃうわけです、うん、今のロシアと同じですよね、うん、じゃあそこは全部手を結ぶかっていったら問題があるから分割したんで、うん、手を結ぶってことはなくなっちゃうわけです、うん、そうすると逆にアメリカはいろんな意味で困っていくっていうことが出てくるんです、うん、だからアメリカが逆に中国の分割っていうのを考えてるかって言ったら全然考えてないです。逆にね、うん、じゃあ中国の分割はないのかって言ったらその分割の話はあります、うん、これは中国を裏で動かしている人たちの権力争いとかいろんなものがちょっと絡んでるんですけど、うん、今の話、今言われてるのは、うん、中国を4分割、はいはい、
するという方向性で実際は動いています。うん、ただそれが実現するかどうかっていうのは分かりません。うん、でその中で一番問題になっているのが人民軍、うん、これのどういうふうに分割するのか、うん、どっか一箇所を取ったら結局そこの強権政治でまた征服っていう形になっていっちゃう。うん、あの中国というのは国境を接する国と争ってない国って一個もないんですよ。あ、例えばあの、天国の国って言われたミャンマー、うん、ミャンマーじゃなくて、何でしたっけ、天国の国、天国の国、うん、幸せのブータン、ブータン、うん、ブータンの国土の3分の1は中国が占領してるじゃないですか。うん、でそれを守ってるのがインドなんですけどね。はい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 、はい、でインドとの間で戦争をしてるんですよ。うん、まあ極戦だから、うん、まあ極戦なんで国としては手を結んでるんですね。うん、貿易の関係があるから、はい、でも手を結びながらある場所では戦争してるってことなんです。うん、でそれ以外の国とも全部国境線ってフィリピンでもそうですし、いろんなところでモンゴルでもやってる、そういうふうにずっと国境線の戦いっていうのは中国はしてるんですよ。うんうん、だから逆にそういうふうに戦闘してるところとのつながりっていうものを守らないと、うん、今度さらに分割とかいろんな問題が出てくるんで、あ、要は武力っていうものをどうするか、うん、武力はどこが持つかっていうことで揉めてはいますよね。分断するにあたって、はい、その中国の武力っていうものもどう分けていかないといけないのかっていう、はい、武力の部分だけ見ても分断の方法がいろいろなケースは考えられるってことですかね。で今人民軍の中で一番問題になっているのが実は宗教の問題なんですよ。ああ、